どうも皆さん、こんにちは、ダバルーン。手札全部捨てて解約、龍です。さあ、今日はなんですけれども、久しぶりですね。ガンメタデッキシリーズ、こちらをね、やっていきたいと思います。何をメタっていくか。メスガキ、鬱陶しくないですか？メスガキって何のデッキかっていうと、ウィッチクラフトですね。ウィッチクラフトって、新しく追加された、なんか、最近調子乗ってるテーマなんですけど、こいつらですね。こいつらガチでうざいんですよ。相手の効果無効にしてくる先行制圧系だし、あとなんか打点なんか無限にアップしてくるし、めちゃくちゃうざくないですか？俺マジ一番嫌いなんですよ、このデッキ今。愛用してる方すいません。私も仕事でこういうこと言ってますんで、ちょっとご了承いただきたいなと思うんですが、これマジでうざいんですよ。マジでうざいので、今日はですね、メスガキを絶対拒絶するデッキを作ってきました。どんなデッキかっていうと、メスガキたちって何が強いかっていうと、モンスター効果が強い。モンスター効果を止めてしまえばいいんですよ。だから、使えなくさせればいいんですよ。最強モンスターがいるんですね。デュエルリンクスにはもう天の岩戸っていう、もう昔から太古から、マサキアンズの相棒と、言われています。この天の岩戸さんでまず効果を無効にするっていうこと、ね、これに例えばまあ禁止圧聖杯をぶちかけて、戻んないようにすればもうひたすらに相手のモンスターだけ無効にするっていうね、こととか、まあ、あとはこのガーディアンの力とかこのモルトシュラークっていうのをこいつにつけてで、殴っていくっていう。これがやっぱ最強の、岩戸ビートって言われてるデッキですね。あれの再現。で、これどうやって出していくかっていうと、いろんな方法があるんですけども、今回は、新しいギミックとして、ちょっと面白いのがですね、少しこれ、話題になりました。ヤタノミサキっていうモンスターが出た時にね、これなんだっけ、何パック？フレームオブザハート。だから、1個前か2個前か、のパックで出たやつなんですけども、これって、フィールドの通称感したモンスターをリリースして出てこれるよと。で、特殊召喚に成功するとさらに手札からモンスターを召喚できるよと。で、この効果で、召喚したらそのモンスターと元の人とか同じモンスターしか特殊召喚できないよっていうことを思ってるんですけども、これ、ウィッチをリリースしてこいつ出して、ウィッチで岩戸を持ってきて、で、ヤタノミサキで岩戸を召喚するってやると、ウィッチで持ってきたやつって効果を発動することができないんで、その、スピリットの手札に戻るっていう効果が無視されまして、で、モンスター効果が使えないっていう効果だけ適用されるっていう超やべえコンボなんですよ。だこの2枚が揃ってると最強の岩戸出るっていうことで、これが強いと。で、さらにですね、私、新しい最強のモンスターを見つけてきました。これもともとはね、ツイッターのね、DM でね、その、メスガキ粉砕したいんですけど、なんか、リュウさん動画作ってくださいっていう、要望をいただいて、その時のデッキにも入っていたモンスターなんですけど、これ、後に亀と呼ばれる神っていう、この最強モンスター。これよく見てください。このカードが、フィールド上に表側表示で存在する限り、お互いに攻撃力1800以下のモンスターを特殊召喚できないっていう効果を持ってるんですよ。ウィッチクラフトって1800以下なんですよ、全員。だから、こいつを先行で立てることができれば、もう相手特殊召喚一切できないんですよ。めちゃくちゃ強いでしょ。のっちがめ様ね、結構ね、クリストロンとかのメタにも入ってたりしたんですよ、これ昔ね。だから今日はこの最強の、のっちがめ様および岩戸様を使って、相手の、まあ、特殊召喚そして効果を全部封じてドヤ顔でただぶん殴るだけっていう脳死戦法をねお見せしていきたいと思います。メスガキ絶対に許さない。デュエルスタンバイ。初手天才、神、黒き森の内をセット、そして飛行士ヤタノミサキをリリースし特殊召喚。黒き森の内の効果発動。黒き森の内によってデッキより天の岩とパイセンを持ってくるぜ。そしてミサキちゃんの効果発動。手札の天の岩とを特殊召喚。そしてカードを1枚セットしターン終了。さあ、なんだ？ちょっと、ライトロードだったらサレンダーするぞ。即刻。ライトロードやったら、まあ、でも、サレンダーでもねえか。もう、勝てるか？天の岩戸の効果の向こうで。雑に強いモンスター第1位ですからね。この天の岩戸っていうモンスター。雑に強いモンスター第1位。ブルーディーの上位互換ですから、セット。なるほど。セットか。これなんだろう。
雷光とかはもう一切効かないんで、とりあえず最強カード来た。モルトシラークを、岩とパイセンに装備していく。はい。で、アドバンス召喚していく。亀出していく。バトル、誰やれんモンスター来た。後に亀と言われる、ウィッチクラフトや、ウィッチクラフトや来たー、来たー。おい、メスガキ、おい、特殊召喚してみろよ。ウィッチクラフト特殊召喚してみろ。このカードがフィールド上に表が表示で存在する限り、お互いに攻撃力1800以下のモンスターを特殊召喚できない。おい、特殊召喚してみろ。お、何してんだパンドラ。メスガキごときが大人を舐めるとな。お、ウィッチクラフトシュミッター来た。ウィッチクラフトシュミッターバトル、あ、なるほど、自爆特化は、はぁ、ダメージステップ禁じられた聖杯発動、じゃあな。つえー、なんもさせねえバトル、対戦ありがとうございました。大人なめんなよ。初手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 頼む、初手頼む、まずは、あ、オッケーオッケーオッケー、まあ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 、オッケーオッケーオッケー、最低ラインクリア。これが何、リスタート、なるほど、まあ、リスタートわかんねえ、でも30枚か。岩とパイセン召喚していく。で、ガーディアンの力バチコルトつけていく。ガーディアンの力バチコルトつけていく。で、聖杯かましていく。聖杯かましていく。で、これで戻らない。で、バトル、まあ、じゃなくてターン終了していく。で、これで相手はモンスター使えない。ドローすることはできない。オッケー。さあ、これは一体何デッキなんでしょうか。さあ、援軍。来ました来ました、いや、まあそんな苦労しないですよ、やっぱそのウィッチクラフト結構いるんで、今環境デッキなんで割とそこ今熱い、結構いますね。さあ、モンスター効果を止めております、今現在。さあ、展開はできるんでしょうか。採用、高間選手デモンストレーション、なるほど、手札から、ああ、はいはい、手札から、ああ、めんどくさいですね、めんどくさいですね、あれ守備力高いですね。ただやつは効果は一切使えませんので、今、なるほど、カードを1枚セットして、あとは僕は殴り続ければ打点を超えるんで、殴り続けるとこれ2回で超えるんで、もう1回殴れば超えるんで、これ。さあ、おい、来いよ、どうした、おメスガキ、なんか幼女召喚してなんかどやってるようだけど、効果使えないらしいけど、そのモンスター効果使えなかったらただの壁でしかないですからね、あれ2800のターンしろ、お、どうしました、あれいいんすか、どうしました、採用、拓磨選手。それ無限にデモンストレーションで壁を並べるくらいしかやることがないのでは。あ、なるほど。セット、特殊召喚はできるんで、とりあえず特殊召喚が来ましょうか。これは別に効果発動したわけじゃないんで、特殊召喚はできていく。はい。で、バトルフェーズ入っていく。とりあえずこれで超えていく。ガーディアンの力で打点が2900になり、やつの守備力2800を余裕で超えていく。で、ダイレクト2050でカイドロイドとか投げられない。はい、最強ファン終了していく。さあ、拓磨選手、さあ何ができるんでしょうか、あとはこの場面この場面何ができるんでしょうか。さあ、2050もまさか超えられないんですか。おい、このデッキ弱すぎるだろう。サボタージュめんどくせえな、一番に蘇生されるんだこれ。で、効果は使えないから一切打点が上がらない。さあ、拓磨選手セット、さあ、おっと、めんどくさいですね、壁を無限に用意していきますよ、これ。ガーディアンの力来た、ガーディアンの力来た、ガーディアンの力を、じゃあちょっと美咲さんに掃除するか。これでバトルフェス入りましょうか、バトルしていこう。さあ、しっかりと2800という打点をがっつり超えた。さあ、3400の効果を無効にするマン、最強すぎます、あまりにも強すぎる。さあ、ジェニーが持ちに行った、ただしジェニーの効果も使えない、ジェニーの効果も使えないし、マスターベルの方も使えない。さあ、何も使えません、何もできません。採用、拓磨選手、これは厳しいか。おっと、どうした、どうした、もう展開するのがないか。さあ、どうするんだ、採用、拓磨選手、モンスターをセット、モンスターをセットすることしかできません。うん、ドロー、雨もういらない、もういりませんが、
とりあえず聖杯をかましまして、そしてガーディアンの力をさらに岩とパイセンにつけていきます。バトルナイツ地獄のような盤面だ。何もできない、無残に散っていく。メスガキ粉砕機はこいつだった。さあお相手の方、天井院飛鳥選手、よろしくお願いします。13倍援軍ノートウィッチクラフト来た。よしさあウィッチクラフトはまあ意外と今のところってことは まあ、そこそこ揃ってるんでなんとかなるかなといったところ。さあコストで、ね、ジェニーとサボタージュを切りまして、デッキから、まあ、マスターベールかマスターベーションか、なんだっけ、アップアップガールズ A を出してくるかどっちかでしょうね、おそらくね。これノッチカメ様めちゃくちゃ強いんで、ノッチカメ様をね先行立てた時はなんとなるっていう話はあるんですよね。ウィッチクラフトサボタージュ、はい、回収コラボレーション回収 OK 了解。相手メインで変身するやつね、ボルトシュラック来た、オッケー。で天の岩戸を召喚、変身できるもんならしてみろよ。なんだこのチェーンパトロンなんすか。モルトシュラークを天の岩戸に装備、そしてバトルフェイス、くたばりやがれくたばりやがれ、モンスター5が使えるもんなら使ってみやがれ、変身できるもんならしてみやがれ。ほらあ、天の岩戸最強ストロングパンチ、あーガーッうっそ、そんなカード入ってんの、そんなカード入ってんの。でちょっと待って、聞いてないんだけど、ウィッチクラフトってそんなカード入ってましたっけ。聞いてないんですけど、聞いてない俺聞いてないよ。え、そんなカード入ってんの今。トラップカードはなんかパトローナスとマスターピースだけって聞いたけど、なんでサウナブレイク入ってんの、おかしいじゃん、どういうこと、なんで、あ、コラボレーションやばいあー助けて、どうして